こんにちは。第73世竹内の宿根、竹内睦弘です。今日は第5代天皇、孝昌天皇について語りたいと思います。この人は本名は三松彦カシイネの御事と言います。三松彦カシイネの御事と言います。松を見てたんでしょうか。なんで松を見てたんでしょうね。そして稲を植える、やっぱりこの人も稲を植えたんです。2代にわたって思いっきし稲を植えたんで儲かってる。ここで完全に倭国大乱が始まります。寒冷の倭国、寒冷の間倭国大乱ありと、漢の、ね、歴史に関わってます五漢ですが、今でいうと147年からです。もうここで戦いが始まってます。原因は稲作です。前回言った通り、稲作によって儲かる人と儲からない人、貧富の差が生まれた。儲かってない方はあるとか奪ってあるということで戦争、テロみたいな世界になります。ということで、戦いが始まりました。孝という名前の天皇がつくときは大乱の時です。初期の結成の時は孝がつくときは大乱がついてるんです。まだ、ついてる時ですよ。そして、この時一応、天皇の弟の、ね、竹石紀遊勢の御事というのが味方するんですが、そこで、どういうふうにしたかというと一旦逃げるんですね。逃げるんですが、攻めたりもするんですが、結構緊迫した状況になりまして、これ瀬戸内海で戦いが起こったんです。この時、勝った側、負けた側でどっちかっていうと負けた側が高地制集落を作ります。高いところに逃げていくんですね。移動するんです。だいたい瀬戸内地方で戦いが起きました。ということはどこが大和の国と戦ったかというと吉備です。吉備の国です。この吉備の国と戦ったんです。吉備の国は大和に次ぐ大きさの古墳があります。それは大きな古墳があるようなところですから、この吉備を倒さなくてはいけません、大和は。そこで長い戦争が起きるわけですね。50年から何年かかけての戦争でした。それが第5代孝昌天皇の時です。孝という字の天皇は倭国大乱の時代だと覚えておいてください。それをまた統一していくっていう流れをね、徐々に、書いていきたいと思います。今日は、第5代天皇孝昌天皇でした。それではまた。帰り見ないなら君の中の日本文化に気づき鏡の中を見つめ直し